2022年2月24日にウクライナ侵略が開始されてから8ヶ月が経過し、ここ数ヶ月のロシア軍は、ほとんどの戦線において劣勢が伝えられているね。9万人とも言われる死傷者を出しているもんね。ミサイルなどの保有兵器の消耗も激しく枯渇状態にあるって話だしな。そうだね。さて今回は、ロシア軍の戦力は再建困難との指摘について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。隣国のバルト三国の一つエストニアのペフクル国防相が、ロシア軍が侵略を開始する以前のレベルの戦力を回復するには全てが終わってから2年から4年の歳月が必要であるとして、そのことが周辺国の共通認識であると述べたよ。ペフクル国防相はアメリカのワシントンを訪問中の10月18日に記者団に対して、ロシア軍の精密誘導巡航ミサイルなどの在庫が枯渇していて、本来は地対空ミサイルシステムである S-300 を巡航ミサイルの代わりに使用していることを指摘したほか、最近ロシア軍の使用しているミサイルや砲弾が着弾前に空中で爆発するなどの情報があり、新規製造が追いつかず老朽化した在庫を取り崩して使用している可能性が高いとしているんだ。また、侵略に対する西側諸国による制裁がじわじわと効いていて、精密誘導ミサイルや弾頭ミサイルの製造に必要な半導体などの重要部品の調達が難しくなっており、ミサイルの他に航空機やヘリコプターの製造はもちろん整備補修においても困難をきたしていると指摘したみたい。現代社会は国と国とが手を取り合って成り立っている状態だからね。昔の日本みたいに鎖国して今の生活水準を保つのは無理だと思うし。インターネット上では、先日ロシア南部で発生したスホイ34戦闘攻撃機のエンジン不良による墜落事故に関しても、このペクフル国防省の指摘につながっているとする声もあるよ。この他ペクフル国防省は、ロシアが核兵器を使用するのではないかとの疑念についても触れ、ロシアはすでに通常兵器でウクライナには十分に恐怖を与えているとして、現時点では核兵器を使用することはないとの見方を示したぜ。ちなみに、エストニアは10月18日に議会において、ロシアのウクライナ領併合を非難し、ウラジーミル・プーチン政権をテロリスト政権と断定した上で、同国をテロ支援国家に指定する決議案を賛成88反対10、棄権3で可決していて、同国議会からはプーチン政権は核攻撃の脅しによって、ロシアを欧州と全世界の平和にとって最も危険な国に変えたとする声明が発表され、同じバルト三国で隣国のラトビアが8月にロシアをテロ国家に指定したことに追証しているな。また、ロシア軍の疲弊が著しいとの指摘は他にも多数挙げられていて、イギリスの情報機関である政府通信本部 GCHQ のジェレミー・フレミング長官もまた10月11日に、ウクライナに侵攻中のロシア軍の疲弊について述べていて、物資と弾薬が尽きつつあると指摘しているよ。フレミング長官はロシアが刑務所の囚人から志願兵を募ったり何十万人もの練り度の低い兵を動員したりしていることは、状況が本当に絶望的であることを物語っているとして、ロシア国民も西側諸国の情報から隔離されていることや、招集が始められたことや旅行を気楽できなくなったことなどから、絶望的な状況についてわかり始めていて、プーチン大統領が舵取りを誤っていることに気づき出していると指摘したんだ。ロシア軍において精密誘導ミサイルのみならず在庫が枯渇状態にあることは戦車も同様で、これまで主力として運用してきた T-80 や T-70 にはウクライナ軍に多数が破壊されたばかりか、東部戦線ではウクライナ軍の反転攻勢に驚いた部隊がそれら戦車を放棄して敗走したため、多数の戦車が露獲されていてウクライナ軍に対する兵器供与において最大の支援国はロシア軍とまで揶揄されるほど多数の T-80 や T-70 に、果ては最新の T-90 まで提供した形になっているみたい。皮肉な話だよね。自分たちの兵器で攻撃されることになるんだから。そのためロシア軍では戦車が足りなくなり、予備兵器として保管していた。1965年量産開始の旧式の T-62 に再整備を施し、ウクライナの戦場への投入を開始しているというぜ。T-62 はそれまでの T-55 を発展開発されたモデルで、1957年にプロトタイプが登場し、当初は T-55 と同じ 100mm ライフル砲を搭載していたんだけど、1962年の量産モデルからはより強力な 115mm 滑空砲が搭載され、滑空砲を搭載した主力戦車としては当時世界初であり、当時の米軍の主力戦車であった M48、M60 パットンの 105mm ライフル砲よりも強力だったんだ。T-62 は1970年代末に生産を終了したんだけど、それまでに計2万2000両が製造され、これは T-72 の2万5000両に次ぐ多さで、現在も北朝鮮、中東、旧ソ連の国々で主力戦車として運用されていて、最近ではアフガニスタン、シリアでの紛争でも使用されているよ。
T62 以降のロシア軍は T72、T80、T90、そして最新鋭とされる T14 など、次世代の戦車が続々登場しており、戦車の世代交代を進めるロシアは2013年には稼働中の150両を含め、約1000両の T62 を退役させることを決定し、その車両は解体されるか、もしくは海外に販売されて T90M と T14 に交代させる予定とされていたんだ。しかし、経済問題などもあって T90M の開発や T14 の量産が遅れ、さらに製造価格が高騰したことなどによって T62 の退役と新型戦車への交代は一向に進まず、T62 は2018年以降もたびたび主力戦車として演習などに参加していたな。そして、2021年9月には第103装甲修理工場が近代化されアップグレードされた T62 が発表され、この近代化された T62 は、赤外線カメラやレーザー距離計など新しい電子光学照準システムが搭載されたほか、コンタクト1爆発反応装甲やスラット装甲の追加などで防御力やエンジン性能もアップグレードされ、これら近代化された T62 はロシア軍内で運用されていたよ。今回の T62 の再配備についてはウクライナ侵略を開始以来、戦車の消耗が激しくなっていたことから、3月末の時点で予備兵器として保管されていた旧型の T62M の再導入が試みられていて、1ヶ月ほどかけて整備された T62M によって編成された代替戦術群 BTG が5月末頃にはロシア領内に配置されていたんだけど、その部隊も含めてウクライナの最前線に投入されていると見られているね。このように様々な近代兵器をウクライナ国内で激しく消耗しているロシア軍は、国内での新規製造が全く追いつかないことから、数少ない友好国であるイランから、ドローンやミサイルの供給を受けていることがわかり、それらによって攻撃を受けているとするウクライナと西側諸国が反発を強めているんだ。このことについてはロシア政府、イラン政府ともに否定をしているものの、ウクライナ側が SNS などに投稿した動画を見れば、首都キーウを攻撃した自爆型ドローンの形状はイラン製の自爆型ドローン車ヘド136に酷使しているよね。また、西側のロイター通信などもメディアがイランの政府高官などが明かした話として、ロシアとイランの間でドローンとミサイルを供給する合意が10月初めに交わされたとしていて、西側当局もそのことを確認しており、このイランによるロシアへの兵器の供給は2015年の国連安保理決議に違反する行為だとしているんだ。だけど、ロイターの取材に応じたイラン外交官は兵器がどこで使われるかは売り手の問題ではないと述べて、西側の批判は当てはまらないとしているというんだけど、アメリカ米国務省のパテル報道官は、イランはロシアに無人機を供与しているだけでなく、その無人機の操縦訓練のために要員をロシアに派遣していることを明らかにしたよ。北大西洋条約機構 NATO は18日、ウクライナがイラン製ドローン攻撃に対抗するための防空システムを近く提供することを発表して、この問題に関与する姿勢を示し、ストルテンベルク事務総長は本件は NATO にできる最重要案件であるとの見解を示したぜ。また欧州連合 EU は19日、ロシアがウクライナで使用するドローン無人機を、イランが供給していることを示す十分な証拠を入手したとして、イランに対する追加制裁の適用に向け準備を進めていると明らかにするなど、イランからロシアにこれまで以上の攻撃ドローンや弾道ミサイルなどが供給されることを防ごうとする動きが出ているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。